疲れた。でも見てこれ、めちゃくちゃ絶景よ。はい、皆さんおはようございます。新井淳です。本日はですね、日曜日ということで、オフになります。日曜の街は意外と人がいなかったりするんですけど、今日はちょっとなんかちょっとカフェでもしてパルテノン神殿行こうかなとか思ったりしちゃってますけど、ちょっととりあえずカフェ行こうかな。じゃあ今日は一日 Vlog、皆さん楽しんでください。はい、ということでカフェでクロワッサンとフレッドエスプレッソっていうね、冷たいエスプレッソを頼んで、今からちょっと歩いてね向かおうかと思うんですけど、これ見てほしいんですけど、横お店なんですよ全部。でも全部やってないっていう。やっぱ日曜日はみんな休むんだね、海外の人は。日本の人はさ、日曜こそ稼ぎ時みたいなのところあるけど、やっぱそうなんだなって改めて実感してます。でギリシャ来てから僕オフ、まあ1回2回目なんですけど、前のオフ本当何もしてなかったんですよ。だから今日は疲れてでもギリシャっぽいことをしたいなと思ってるんで、パルテノン神殿に行くっていうふうに決めました今。じゃあちょっくら向かってきますよ。さっそうとですね、歩くのをやめてですね、とりあえずタクシーで向かおうかなって思ってます。なんか調べたら1時間かかるみたいな感じだったんで、それはちょっときついなっていうことで、で今からタクシーを呼んで実際に向かっていきたいなというふうに思います。タクシー来るかな、なんかあと3分ぐらいで来るみたいな感じだったんですけど、ちょっと待ってみます。パルテノン神殿の近くに到着しました。こっから多分どれぐらい歩くのか分かんないんですけど、これどうやって入るのかな。とりあえず少し歩いてみてちょっと決めたいなっていうふうに思ってます。なんか僕が住んでるところとはなんか別の世界みたいな感じで結構違うな。ここにアクロポリスが見えます。これどうやって入るの全然わかんねえ。あそこか、発見しました。とりあえずチケット買おうかなって思います。はい、ということでチケットを買ってですね、今中に入りました。そこに見えるのが、パルテノン神殿アクロポリスですね。ちょっとここから歩いて上まで登っていくっていう感じになると思います。今歩いて向かってるんですけど、ね、ちょっとこれは遠いな。久々に来ましたね、ガイドがあったりして。ちょっとだけ上に登ってきたんですけど、ギリシャの風景が見えます。ここからあとどんぐらいかかるかわからんな。もうちょい、同じ絵が続くと思うんですけど、ちょっと我慢してほしいなと思います。
頂上に着きそうなんですけど、めちゃくちゃ人がいます。これ大丈夫そう？すごいな、人が。疲れた。でも見てこれ、めちゃくちゃ絶景よ。半端ない。まあなんかこのパルテノンの歴史を感じるとともに、この絶景を楽しめるっていう良さ。ギリシャの国旗があります。こっちにはパルテノン神殿です。何年ぶりに来たかな、4年ぶりぐらいかな。めちゃくちゃいいね、やっぱり。なんか僕に知ってる人に会ったんすね、外国人で。なんでだろう、何で知ってるのか分かんないけど。今ですね、おじいちゃんに写真を撮ってもらったんですけど、やっぱおじいちゃんの写真はちょっと今時じゃなかったんで、ちょっと心がヘルパンって出すんですけど、ちょっとね、気に食わないから、ちょっと若い女の子にやっぱ撮ってもらう方がやっぱ映えるのかなと思うので、ちょっと若い女の子に頼みに行きたいなっていうふうに。はい、ということで写真撮ってもらったんで帰ります。で、女の子に頼もうと思ったんだけど、やっぱりね、カップルに頼みました。なんでかっていうと、カップルに頼むとやっぱ男側はね、いいところを見せなきゃっつって、優しいから絶対撮ってくれる、嫌な顔もせずしっかりと撮ってくれました。これから帰ります。まで降りてきました。後ろにアクロポリスがあります。これからね、軽くご飯食べて帰ろうかなって思います。いや、長かった。まあオフの一日っていうより、少しねパルテノン神殿、アクロポリスっていうものをちょっと皆さんにねこう知ってほしかったんで、まあそれをねちょっとお見せできてよかったなって思います。やっぱりギリシャのね歴史ある建物っていうことで、他にもね、たくさんいろいろあるんですけど、まあまずはこのアクロポリスっていうものをちょっと見てほしいなっていうふうに思いました。今日こんな感じで終わろうかなっていうふうに思います。今日の動画いいと思ったらグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、ギリシャの様子とかをね、チームメイトとかも一緒に撮っていきたいなっていうふうに思うんで、楽しみに待っていてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。